はい、お時間は19時を回りました沖縄プライムの時間です今週はこの方とお届けしますはい、ギ、え、ノ、ー、ワン市議会議員の又吉亮ですありがとうございます、はい、あの <laughs> 僕はあの 僕のの番組の収録だと思って来たんですよです、ね、<laughs> 市民の後輩だからお時間は19時っていうから、はい、僕の番組は15時なんですよね。沖縄プライムでもこの収録使うし <laughs> あの僕の番組の,あの「お世話になっております市民の後輩です」の方でも、はい、この収録はもう使うっていう両さんですよの番組で。はい なのでシェアですねシェアシェア全く同じ番組を二つの番組で流すっていういいですねウィンウィンですねウィン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 なのかな効率いいですねこんなことないですけどねどっちもゲスでどっちもパーソナリティっていう形がないですけどねはい割とねもう何でもありになってきてますまあまあまあいいと思いますはいはえ今日はえ沖縄プライムとそしてお世話になっております市民の後輩ですのはい えっとコラボ企画ということで。コラですね。なんか鼻が出てきましたね。コラボ企画だったら生でやれよって感じ。あでも収録だからこそできたかもしれないですね。お互いの時間がそう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 時間が合わないから。全く同じやつを流しますから。 そのために山内さんこうやって調整してくれて、コラボ企画組んでくれてありがとうございます。いや僕が組んだんじゃないですよこの方がだから昨日びっくりして勝手にね沖縄プライムのゲストに行くからねっていう普通ゲストがねゲスト側が行くって言わないよね。そうですね。ゲストどうですかあだもんね。行きますみたいな。ありがとうございます。自分も行ってゲストじゃなくてもうなんなら自分の番組というそうです。もう僕の番組の手でもう半分は。 そう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 っうおうそ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 うす市民の後輩ですそう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 そいそう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 そ定着してきて。うそうそうそうっうそ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 ううそうそううそ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 そう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 うそそうそうそう 自分の番組を持ってっていう感じですからねゲストもじゃあ迎えてそうそうそう一人でやることもあるけどでも月に一回ぐらいですよね月に一回もないですよ二ヶ月に回ヶ月に回ぐらいか自分でやるときがあるかなって。四回に1回は一人下界報告をしてねそう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 。面白いですよゲストがねまた個性的で面白いですよね面白い方議員ではでもね奥間良議員と宮津と博文議員は じゃあ今年僕もゲストでまた行きます今日も来てますけど改めてですね改めて今日でいいんじゃないですか今日でいいかもね実はあれなんですよねこの僕の番組もお世話になっている市民の後輩ですも今年1月今月から第2第4だったものが第1第3の土曜日に番組変更して第4土曜日がねちょっとあの 毎月第4土曜日が入ってしまって、はい、なので第1第3に変えたんですけど早速1月の第1と第3ができないっていうことで今日であの収録しないとってでも収録の日程が取れず、はい、沖縄プライムのやり取り見てたら「はい、俺その時間いける」と思って。 よしここにゲストで入って、俺の番組の収録やろうと思って。なんか貴重感がなくなってきたんでいや、でも特別ですからね。なかなかこういう機会。多分ね、こんなことないと思うんで。ラジオ業界で。うん。そうですね。そうです。なんかいいんじゃないですかね。山本さんすごいですよね。すごいですね。いやいや、発想したのはこの方です。いいね、いいね。りょうさんですから。 どんなバランス感覚でっていいかちょっと難しいですけどもね議員ですからい大体共通項で話は大体やってるので沖縄プライムもねそうですねはいなのでいけちゃうかなと思ったんですけどはい皆さんぜひ最後までお付き合いくださいそして今回収録なのでメールで感想質問ご意見などなどお待ちしておりますメールアドレスが「 七九七アットマークエスエヌギノンドットコムです。最近あの乾燥とかも来るようになってるので、うん、はい。この今回来たらちゃんと皆さんにお二人に投げますので、これは放送される日にメールが届くみたいなね、はい。そうですそうです,うです。なるほど。なので皆さんもえっ、ー、と遠慮せずぜひどしどしメールください。よろしくお願いします。それではこの後えっ、ー、と一方は夜八時まで、そして一方は えっと、四時まで。四時まで。四時まで。収録で。<laughs> やりいく。や<に> <laughs> こんにちは。<laughs> こんにちは。はい、い,いね。<laughs> はい、お送りしていきますので、皆さん最後までお付き合い、よろしくお願いします。はい、元祖唐揚げ本舗、荒竹かかず中学校前店です。はい、元祖唐揚げ本舗、荒竹かかず中学校前店です。はい 醤油、塩、タルナンパン、激辛も、美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新たけ、荒竹、かかず中学校前店。<う>全国各地の若年認知症家族と、支援者組織で作る、協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在は、コロナ相談室も開設しています。零三、六三八零、零一六六、全国若年認知症協議会。 人生をもっと,もっと豊かに時間をもっと素敵に長浜モーターは冒険という名の豊かさを空間を車に乗せてお届けします「浦添定跡通りにあるチュッチュッチュラムハウジ おうちのことなら OTS グループのみんな覚えたまずは検索 ?NPO 法人「プロミスキーパーズ」は貧困な人シングルマザーの生活支援を行っていますより良い社会を作るため人々の絆を強くするため。 私たちはユイマールの心で活動しています。弱者に愛の手を。NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい。そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は葬儀社新海。さあ沖縄プライム。 始まっております時刻は19時を回っております片屋15時を回っておりますはい <laughs> 片屋15時 <laughs> 今日はコラ,ボコラボ企画ですねラジオ、はい、そうなんです MC は、えー、大城翼さん、はい、浦添市議ですねですそして、えー、又吉良さんはい、ギノマン市議ですこの若手お二人と一緒に今日は進めていきますが えっと、コラボ企画なんでどんな話をしていくかっていうのがやはりね,でね肝ですけどそうです、ね、なんかお互いのあれないんですかこの辺気になるなっていうあどうなんすかねなんんかか裏添えに対してりょうさはとか、うんうん、でも前僕が沖縄プライムに出てる時も、うん、翼と同じあれだったんですよそうです、ね、翼銀行と同じペア,ペアだったんで。で もうその時に結構話してるからもうないかな <laughs> <laughs> すいません言わしてもらいますけど <laughs> 僕もないんですえー、<laughs> あろうよ <laughs> あろうよ <laughs> ありすぎてもうやりすぎては,はいはいはいまあでも2022年を振り返ってみるっていうような感じで、ね、ああはいはいはい、ね、いいですよね、うん、2022年振り返ってみてうさんもね

市議選挙、そうそう、知事選挙もか。トリプル。トリプルでしたね、議論は。うん、いや、僕聞きたいことがあります。おお<ー>。もう選挙なので、うん、今話してたので、やっぱり両さんのあの。両議員の選挙の戦い方。はいはいはい。あれはまた、今終わった後、総括というか。どうでした逆に、ちょっと総括する前に、つばすさんから見て。この選挙のやり方。はい。正直。 もう今ほら、通ったからいいじゃないですか。ぶっちゃけどう思ってました。いや、まず、これでできないだろうと。あの、僕は従来の、もう、あの、形式的な、もう、人を集めたり。そう、あの、とにかく、もう。周評カードっていうものをやってみたり。はい、はい。もう、様々できることは、もう、やってきたんですけど。りょうさんは。もう、ね、全部排除。全部排除して、やるって言ったから。 こんなのが沖縄でできるのかな。東京だろう、これはみたいな、いや、あのユーチューバーぎみたいな。でも、あのー、なんだろうな。みんなどっかで期待してましたよね。あ<ー>こういった選挙の戦い方で勝てるんだったら。あ、こんなにお金もかけずに。また市民にとって優しい選挙確かにっていうものが実現。できれば、はい、僕らにとってもまた選挙って変わってくるなと。と これ議員さんにとっても優しいですよね。そうなんですよ。あまあ精神的には置いといて、お金もね、そう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 。あとまあ動員をかけないっていうところで、支援者の皆さんにも優しいでありますね。は確かに。なやれな何々だって言って人間を集めるじゃないですか。あれって結構やっぱ負担だったりもするので、はい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 。そうなんですよね。どうだったんですかこのメンタル面は。 メンタル面はね、<laughs> メンタル面はやばいよ、あれは、戦は普通の選挙よりも、あのだって、見えないからね、<laughs> 目の前に票積まないから、そうですね、要するに、周表カードも一切取らないし、期日前とかも、まあ、やりはしたけど、そこまで力入れずにみたいな感じだったんで、だから報告来た分だけ、たんですよ取りに行ってなかったんだ。えーなので 自分今回の選挙で1345票だったんですけど僕の元に報告来たのが200ぐらいですだからあと1100どっから来てるか分かんないんですよだから行ってきたよとか期日前行ってきたよとか当日も当日投票今行ってきたからねっていう向こうから相手方から報告が来てで積んでいって200いかなかったんですよそれがもうあとはもう両手を合わせて願うばかりですよ 心境もやばかったんじゃないですか。当日はまあもう終わっちゃってるからもういいかみたいな。う,いいうん。<ー>だし、いや結果的にね当選した。これも僕ら驚きですよね。でも当選したか本当に良かったですよね。うん、これで落選してたら結構言われるでしょうね。誰にかなってから。<laughs> おそらくそれを言うのは僕を応援しててくれれる方からは言わないいと思ますに一票を投じる方たちは多分それ言わないんですよ。なんか同じ議員さんから言われそう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 議員さんったり他の議員の支援者だったりとかからは言われそうかなって思うんですけどなのでまあリスクあるけどリスクはあったんですけど一回これ確立してしまえばもうこっちのもんなんで。 これでずっと通せるんですよだって上りとかも出してないですよね自分の上り出さないで市長選挙と多分知事選挙の上り事務所に日本出してたんですあれも出してくれって言われたから出したんですよはいはいはい本当は出したくなかったんですよ市長候補と知事候補の上りを日本出したんですけど自分の事務所に僕の上りを出さずして市長候補と知事候補のものを出してそうなって考えたら究極でしたね あの選挙は、うん、マジで印象深い。うん、でも4年前よりも手応えがあったのが、うん、私の知らない人から、はいはいはい、このあの SNS の DM で入れてきましたっていうのが連絡が来ったんですよ<ー>。フォロワーでもないんですよ。まあフォロワーさんもいたんですけど、はいはい、でも私の知らないフォロワーさんもいたり、うん、で全く知らないフォロワーでもない人が何々で見てあの。 又吉さんに入れてきましたみたいな報告が、えー、っていうのが結構あったんですよ、えー、その時になんかあの4年前にはなかったあれなので、うん、なんかちゃんとなんか波及してるんだなっていうのは感じてきてなるほどああいいなどうですかいややってみます3年後かあ,<の>あと1 2年後なんですけど 2> 2一応一応,一応 やらないです多分自分のメンタルでは持たないですねあ持たないめっちゃ孤独になるそして人を集めないからうんも事務所に出入りするのが10名以下なんですよはあ人がいないんでもう当にあにうグイスの子たちとあとは家族がちょっとお手伝いをしてるぐらいはいはいはいでたまにちょっと挨拶しに来る人たちが少しいるかなぐらいなのでいや盛り上がってましたでももう話はやっぱり耳に入ってきますので なだからね普通ウグイス城とかってまあ女性の応援隊って23名いればいいんですけど10何名いたとかってそうなんですねで彼女たちが結構発信してくれたんですまた SNS ねああいうの見て見てましたねだからやっぱ女性のこの横の発信力ってすごいっすよねあと まあ個人的に意識したのは、発信しやすい環境を作りました。うん、もうというのは。うん、あの、なていうんですか。自発的に発信してくれる。なので、こっちが楽しくやってれば、必ず楽しいものを発信したくなるじゃないですか、うん。なので、普通の選挙戦をやってたら、まあ。なんていうんですか。まあ。ウグイスとしての報酬をもらいながらの業務になってしまうので、なかなか発信しづらいところっていうか。まあ。そこまでしないでもいいかみたいな。ぐらいになるんですけど。 ちゃんとこれが発信しやすいような楽しくやってますっていうような発信したりとかっていう環境をどんなやったら彼女たちが発信してくれるかなとかまた周りの人がそれを見て応援に来た人たちが俺のことを発信してくれるだろうかっていうのは、うん、だからお願いはしてないんですよ、うん、あの出してくれんかってアップしてくれないかっていうのをお願いはしてないんですけどアップしたくなるようなものをどういうふうに作っていくかなっていうの自分で考えてました。<ー>うん、なるほど いやーこれだけ、ね、政治のために選挙を分かりやすくひも、うんえー、いている両さんの選挙自分何か真似します自分、ザ選挙やってるんですけど <laughs> 票を追いかけて、うん、刈り取っていくみたいな。ですも本当にうんこの本でみんな書かないですからね個人情報だしう電話も万内来るし。うん 今からは多分一番ああまあ確かにだから排除すべき優先順位は僕は周票から言いましたその次に上り出さないとかお手振りしないっていうところに入っていったんで上り出さないと横断幕出さないでお手振りしないでその後に動員かけないっていうこの順番としては終票カードはも絶対やらんなっていうのは決めてて。 やりたがるる人人ももいのののでそたたたたちめに何枚か残してだ一人何名分集めてきてねとかお願いしますっていうような感じではやってなくて事務所に来て「集票ないのか?」っていう人には「あありますよ」ってお渡ししてっていうなので今回集票集めたの30ぐらい三十名分ぐらいかな30名もないかもしれないひょっとしたらえ2人ぐらいの方が持ってったんでえすごいなそうですよねどうですか集票じゃあ次はなくしますか ちょっとこれも持ち帰って <laughs> 調査研究 <laughs> 調査研究 <laughs> 調査なくしてしすぎなし <laughs> 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 あのどうしたって言われますね多分講演会かあまあだろうねいやでもよっぽど両さんみたいな選挙はもうなんだろうなこの人の話聞いてみたいなって思いますよねうん、うん、市民はだから多分あれだと思うんですよ普段からやっぱり SNS とかで発信はしてるじゃないですか。うん、してる。だから議員さんの中では発信力ある方だと思うんですよ。うん、でも政治発信をあまりしてないんですよ。意識的に。政治的な発信はしてないんですよ。最近もラインで来ましたね。公式ラインで。明けましておめでとうございます。ああいうのを多分普段やってる人は多分こういう選挙ができるのかなって気は。うんうん するんですよね。なんかセルフブランディングを意識してるっていう感じですね。自分作りみたいな感じ。それがすごいハマった感じはしますね。いいね。よし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 。おやっちゃう。見えてきました大体。澤さん SNS は結構頻繁にやってますか。いやあそこまでですね。もうなんていうのか、もうやっぱりちょっと怠ってるっていうか。できてないので、もう日頃からですね。やっていけば、ああ漁技みたいな選挙も。 でできるしそうじゃないといけないいいとけすねこれからのニーズというかなんとなはそっちの方をみんな望んでるはずなんですよ候補者も有権者もうん、うん、望んでるはずだけどそこに舵切りができないっていうのはやっぱりどっかにちょっと見えない恐ろしさというか怖さがあったりするからっていうところなのかなって。そうそう選挙プランナーでちょっと、うん 料金に少し手当ってからちょっとやろうかな。やった方がいいいや、でも普段からだから SNS やらないとあれです。そうそう。シェアしましょう。この選挙ラジオも全部シェア。ラジオも全部潰れるときも一緒。上がるときも一緒です。でもまあ一つの博打じゃないですか。自分がやってるから。はものすごい賭けではあったんですよ。だから自分の選挙でしか試せんと思ったんですよ。他の人にこれやったところで行ったところでこの席に誰が取る。 本当にかっこよかった、うん、なとりあえず自分でやるしかないよなと思ってうん,うんそっかだからもう自分でブランディングしていくしかないですね、うん、はいさすがだただもう一つやっぱり普段の活動をちゃんとやってるまあ皆さんちゃんとやってるんでしょうけど、うん、このやっぱ市民相談やったりその ななんていうのかなそれはやっぱ基本的に大事なのかなって気はしましたりさんのこの選挙見て、うん、普だからほらやってるさうん、うん、それがあるから別にねあれしなくてもっていうのはあるのかなって気はしたけど、うんうん、それを皆さんどの議員さんも多分受けてるんですよ市民相談ってでもそれを発信してるかなんですよね受けたような発信よりも、うん、逆にこの人に聞いてもらったよって向こう側が発信してくるより 利用な状態を作るっていうのも結構大事なんですよ例えば市民相談を受けで、あのある市民の方からこういう相談を受けましたって自分で発信するよりもその相手方がまたよし両議員に相談をしてこんな話を聞いてくれましたでこう動いてくれますみたいなことを発信してもらうでもそれもあれなんですよ発信してっては言えないじゃないですかそういうのが結構大事ででもそういうことを 発信したくなるようなキャラクターでいないといけないですね。確かに確かにそこなんですよね。植え付けないといけない。みんなの頭の中に。そうそうそう。チュワさんでも発信したくなるようなキャラクターはしてると思いますけどね。その体体型とかはですね。体型あの親しみやすいっていうそうですね。そうそう。ただそのこっち側として市民側としては木使うんですよ。 言っていいのかなとか<ー>、うん、SNS に上げたらなんか問題ないかなとかそういうのがあるので、うん、あ確かにねそ,辺はそこの壁あるかもしれないですね、うん、SNS 上げていいのってたまに聞かれますからうん、うん、ですよね、うん、なんか議員さんはやっぱりいろいろね背負ってるから、うん、なんかまずいなって思っちゃったりするんですよね、うんうん だからこそ普段普段からどうでもいいこと発信しとくほうがいいんですよ。ああそれあるかもしれないだから気楽なんですよ。ああね。入り口をもう広く俺はこういうことも発信してるよみたいなくだらないことまでやってますからね。そうそうあのエレベーター乗ってからいつものハケチェックやったりとかエレベーターに乗ってエレベーターってモニターがあるじゃん。で あれ後ろからるでしょカメラそしたら自分の後頭部が見えるわけだよこのモニターにそれを今日もハゲてるっていうのをインスタのストーリーとかでアップして「えっギこんなこと自虐的なものやるの?」みたいなそうそうそうに待ってる人そうそうそう親しみやすいですねそういうのがそう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 そのファン。うそ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 う いつだっけ、コロナの時になんかお手振りを自分のベランダからやります。あ新聞のってやつです。全力でやってるわけ。もうあれめっちゃ受けた。めっちゃ受けましたね。あのベランダ、誰も、誰、誰に向かってかわからんけど、ずっとやるわけね。そうそうそう。で文章には誰もいないと。皆さん、コロナ禍の中、自粛ありがとうございます。もうちゃんとみんな誰も出てません。ベランダからお手振りみたいな。いいねの数が反応の数みたいな。そう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 。 でもああいうのがやっぱキャラ作りというかそうまあでも好きではあるんでしょうね,うね本来のキャラというかそう,そうそうそうちょっとみんなが考えない斜めの方向が好きで好きよねああそうなのちょっと外れたちょっと外れてるけどふざけすぎてはないっていうところ<笑><笑>好きよね本当にだからそういうのがうまく発信されてる気はしますよねうんさんの場合大事っすねキャラとしてねはいだからすごい と思います。勉強や、ね、い,いや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 いいや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 い今回 SNS で結構やったんですけど、うん、インスタでの中で自分あの自分の制作をチラシにじゃなくて、うん、あのえっとななんだろうあれ動画漫画漫画のこの手書き動画、うん、ってやつを作ってもらったんですよ<ー>でこれを SNS にアップしたんですけどはいはい でここれれを見ててもらって自分のこれが政策だよと、うん、要は紙をなるべくペーパーレスにも持ってきたくてだから、あのーまあ、SNS 投稿に自分の制作は上げていくみたいな感じだったんですけど、うん、そのよ5本の政策を上げた後にリール動画で上げた後に、はい、選挙カーの内部っていうリール動画を上げて<ー>これがめちゃくちゃバズってしまって。うん これの再生回数が増えたおかげで自分の制作の手書き動画が全部1万回超えてるんですよ再生回数。えすごえそっか。そんだけ見てもらえたってことになるんで、うん、うんちなみにこのバズった動画っていうのが今212万回再生されてます。 212万回でフォロワー1,000人いかない人のリール動画が200万超えてるっていう再生回数 <laughs> でそれに引っ張られて、うん、他の動画もリール動画も全部見られてはは結局その制作も見られるようになってて、うん、制作動画も全部1万回とか再生超えてて、うんうん、すごいな結構これこれはなんか副産物的なものだったんですけど、うん、自分の中であの意図してないところだったんですけど、うんうん なんんか見えたたですよまたあこれやった後にいかにバズる動画を作れるかバズったらそこに引っ張られるなっていうのがでやったら広く自分の制作っていうのが周知できるなっていうのがう戦略がちょっと見えたんでんでもバズる動画をどう作るかなんですよねそう何がバズるか分からないっすからね制作じゃなかったんですね何かじゃあそのもう裏側みたいのをあえて見したってうそ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 う 確かに選挙の内部なんて見ることないから、ね、そうそうそう,そうだから社内を映したみたいなうんでただ社内を映しただけの動画なんですけどうん、うん、選挙カーの内部って書いただけで、うん、ブワーって再生回数伸びてああ<ー> <laughs> どうですか次やってみたらいいんじゃないですか <laughs> いやですね内部で内部で大丈夫かな <laughs>

SNS 戦略とかウェブ戦略とかって言うんですけど発信すればいいいと思ってるのが間違であれ大きい選挙だとそういう方々が多分いるんですよね。クリエイターみたいな人たちもいて SNS 班みたいなのがいてそう用のアカウント作ってバンバン出てくるんですけど僕的にはなんかおしゃれじゃないなってなんかすかに あの技術としては高いんですよ、ね。うん、でも技術屋さんだなって感じで。なんかいまいちこう、心をつかむかって言えば。そうではない気もします、ね。そう、そうなんですよね。うんうん、そう、いやね。確かに。めちゃくちゃいいんですよ。あんな動画って。やっぱ。あの技術高いですし。うん、プロモーションビデオみたいな、ね。そう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 。ただね、それがじゃ、どんだけ再生されてるかとか。うん、それにいいねしてる人たちが。 知ってる人たちしかいいねしてないっていうような状態を本当は打破しないといけない。ですよ S.、はい <S, うん、<S N. S. 戦略って本来は知らない人たちにどう届いてるかを考えないといけないのに。結局知ってる人たちがいいねみたいな感じでやってって増えていっても、でこれを拡散しても。うん、結局は、あの波及していく範囲っていうのは、まあ決まってるんで、限られてるんで。うん、だからいかにずれることが大事かなんですよね。うんうん、狙ってできないからね。バズる動画を一つあれば。 ついてくるバズる動画を出すタイミングでも狙ってできないっすよ本当に何がバズるかわからんから見てほしいものの必要動画は先に上げといてその後によし絶対これバズらそうやつだみたいな狙ったものをその後に上げたらその過去動画が引っ張られていく再生回数がよし仕込みますバズる動画ちょっと注目しといてください オッケーインスタとかそもそもやってるんですか？あやってます。やってます。<laughs> ます <laughs> はいそこはあのやってます。投稿は二回上げてます。<laughs> <laughs> 個人アカウント？あ講演会アカウント。個人アカウントも講演会もあって。<laughs> うん。そうそう,そう,そうえそうなんですか。お白翼で出てくるんですか。はい。あじゃあ皆さんもぜひフォローしてください、ね、そうですね。インスなんていうのストーリー。うん、ストーリーはま毎,毎日上げてますので、うん。ちゃんとやってますね。 ストーリーだけはすごい投稿はあまりできないんですけど。あは。出てきた。自分は見ててこの人上手いなって思うのは波平国田か。ああ。えあのトミグスクのトミグスク市長選の市長の。うん違います。茂木。ああそうなんだ。波は上手いね。ああ波さん上手いですね。あのあれ自分でやってんのかな。多分自分で講演会のアカウントも上手だし、本人のアカウントも。 あの親しみを持てる、あの自分もちょっとあんな感じのあのやり方をしてるんですけど、イメージとしてはでもあのキャラクターには負けるじゃんね。結構崩してますよね。波波さんもね。崩してるんだ。ああ面白いですね。波平議員のあの発信の仕方が面白いです。あの本当に親しみも持てるし応援したくなるし、その中に真面目テイストが入っていくんですよ。まあ自分が狙ってるっていうかやってるやり方でやるんですけど。 やっぱキャラクター的にやっぱ負けちゃうんですよ僕波平議員にはあのキャラはねリオさんでも負けるわけはいって思います見えて羨ましいなって知ってしまう全もう百キロも超えてもうあもうその時点でちょっと格狩りみたいなのもしっかりかいももう見た目で笑顔がめっちゃ可愛い笑顔が可愛い見た目であるじゃないですかキャラが立つというかそう そうなんですよ。そっか、また野球部っていうね。そうそうそう。野球部最高ですもんね。あ、オキシオだったっけ。オキシオ。オキシオ。だよね。うん。高専まで行ってるから。うん。ええ。今度ゲストで。あ、いいね、いいね。いいですね。あ、ぜひ。あ、いつだったっけ。トミグスク。あ、トミグスクは選挙。は二月五日です。あ、二月。国事か。国今度。うん。そう、そう、そう。ええ。なので、もう一ヶ月。一か月。一か月。月切ってますね。トミグスク。は。 市議選ですか。市議選挙。市長選挙は最近ありましたよね。はい、つだっけ？十一月ぐらいだった。十一月ぐらいでした。新しい市長が誕誕生してね。選挙いや大変でしたね。でしたね。はい。じゃあちょっと C.M. の後とつばさんの一年振り返ってもいいですか。そうですね。はい、それでは一旦 C.M. です。せーの、三三三ワンハウス防音建築おうちのことならお任せあれ。 私たちがししっかりご相談にお答えしますまずはまで生活壮楽館サンフティーマ毎日の暮らしの中の小さな幸せそのあなたの笑顔を見るために私たちは天間から地域を支えます太陽のように地域を照らす場所サンフティーマおかげさまで20周年 これからも地域とともに歩みます手作り弁当のお店なごみキッチン塩サバ、とんかつ、照り焼き、唐揚げがっつり、ヘルシー、美味しいてんこ盛りトッピングカスタマイズも OK 電話098-893-0417福天間椅子沖通りなごみキッチン宅配もやってるよはい、こちらは沖縄プライム始まっておりますえー 今日は特別ゲストコラボ企画ということで又吉良銀にお越しいただいておりますつばさ銀な、はい、オープニングなれないの何このぎこちなさ <laughs> 初めてやりましたはいって <laughs> <laughs> いいですねたまには、はいはい、たまにいいですねはい、はいはい、お世話になっております市民の後輩ですはいの 割りですワ割り勘収録今日はゲストに大城翼が来ていただいておりますどうですか翼2022年去年ですね振り返ってやっぱり先ほどあったように選挙イヤーの年でしたのでまず疲れましたね選挙はねもういろいろ街頭にも立ったり市民にお願いしたり負けもあったり勝ちもあったり。

最近じゃあもう2か月前1か月2か月前ですね彼女できたっていうのは前ね聞きましたけどそっからじゃあ早いんじゃないですか意外とやっぱ早かったですかね入籍まで1年ははい一緒でしたよあ一1年一年ちょいぐらいかな1年で入籍12年ぐらいですねへえしっかりやってましたねつばさき今いくつ何歳ですか ?31 です三十一。あじゃあいいぐらいですねちょうどいいぐらいですねお相手は お相手は年上の方ですね。いくつ上ですか。二重とか。ええ、四つですね。二重。二すごいな。二重。二みたいなね。懐かしい。友達の、ね。親友のお母さん。二重ってすごいな。あ、四つ。あ、いいぐらいです。そう。僕、ちょっとやっぱ年上がいいかなと思って。あ、まあ、そんな感じする。ここ、ちょっと掘り下げてもいいですか。 この辺の話。全然いいです。あの。お付き合い。ほしいですよ。お付き合いしたのも議員になってからですよね。議員になってから。議員とお付き合いするって。ハードル高くないんですかね。分かんない。ですこれ僕の持ってる。どう、どうさんが感じてるあれですよ。そうそうそう。彼女。彼女は。そうなんですよ。僕絶対できないなと思ってたんですよ。こう議員の。彼女にもなりたくない、奥さんにもなりたくない。って普通思うじゃないですか。大変だし。うん。 けどね、やっぱり自分のやっぱりそこ力なんでしょうね。そう、そう感じさせない。あ、そうそう、そうですね。あ、大変さ。一般会社員。うん。なんかもう、家では、絶対何も話せないですね。政治のこと。おお、そうなんだ。持ち帰らない。ええ。もうだって、持ち帰ったら、本当に、ど、っか行きそうで。やっぱり、自分なりの配慮はありましたよね。ああ、そうなんだ。ええ、面白いね。そう。 理解してくれて、そう選挙も一緒に戦って、そうそうそうそこもそこもはいそこからその時もじゃ一緒に戦ってたそうですそうですあの2021年の選挙の時もすべてすべて見てもらってその時はもう付き合ってたんですかまあそんな感じでしたねあじゃ微妙な時なんだはいそうですそれからですねねいやだからまさか俺がうん 結婚するなんてってっううそうなんか議員の奥さんってハードルが高いような気がしてで、うんまあ、でもそれはあね、うん、だからもともと議員になる前にお付き合いしててとか、うん、まあ結婚しててそれからまあチャレンジするだったら理解をしてもらうっていうところになるんですけどうん、うん、でももうスタートからもう。 議員じゃないですか。はいはいはい。でゆねやはり女性側からしたらそのハードルって感じてないのかなとか思ったりします。感じるんじゃないですか。どうですか、涼さんは今まだ独身で、あれですよね。はいはい、今はどうなんですか。今どう？<laughs> 今は <laughs> 今あの<今>ドフリーです。<laughs> やっぱ<し>や市民市民がパートナー。 そうそう。ギノアンシとギノアンと恋愛をしてるみたいな感じなんですけど、言い訳がましいですよね。までもうんうん。別に自分もなんていうんですか再婚したいとか彼女が欲しいって思ってるわけじゃないからかもしかもしれないですけど、うんやっぱなんかそこって相当のハードルになってるんじゃないかなって勝手に思ってるんですよ。なるとすごいなと思って。だからもうもうこのチャンスないなと思って絶対。 逃したらダメだなと思って。うん、どうですかやっぱり彼女この今の奥さんの彼女ができるまではそんな感じだったんですか？議員って聞いたらあーみたいな。うん。あ議員さんはいはいはいみたいな。うん、さあさあって引いていきますよ。うん、えマジ？僕一度この合コン的な飲み会をしたことあるんですよ。はい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 。絶対職業言わなかったんですよ。はい。 でももやっぱもう向こうもこの年齢になってくると30後半になってくると向こうも本気じゃないですかやっぱりこんなあの無駄な時間を使ってるわけないかみたいな。ってなってやっぱ職業は聞くじゃないですか向こうもちろんねどれぐらいの収入があるかも推測できるじゃないですか職業によってだからずっと言わなかったんですけど行った瞬間にさーっと引いていったのがもう分かったんですよ。かかかるんだ分かりまますね、うん、へさっきまで和やにに話してたのに <laughs> それが多分20代とかだったらまああれかもしれないですけど、うん、もう相手もやっぱりね本気で考えないといけない年齢、えー、20代後半ぐらいからは多分世の中分かってきますからねそ、うん、したら議員さんがどんなあれかも分かってくるかもしれないね、はいうん、そしたら厳しいのかこの人に私の時間を使ってる暇はないみたいな感じじゃないかなって思うけど、えー、シビアだなあまあ女性の方が現実的ですからねまあ,まあまあまあそうですよね引かれるんだ 今度のじゃ時期選挙の時はもうあれですかやっぱお手伝いするんですかねどうなんですかわかんないんですね <laughs> かねいやそこはそこトライした方がいいんじゃないでもそこはなんか、えー、賛否あるけど、えー、なかなか前に出したくないなって思ってるねこれって、えー、これ多分ほとんどの候補者思ってるんですよ、えー、でその奥さんだったりまあ旦那さんだったり、うん、まあ配偶者、うん、候補者の配偶者も、はいはい おそそらくそう思ってるんですよ、うん、できることならば、まあ、出たい人たちはいいかもしれないですけどはい、はい、できることならば出たくないっていうのがあるはずなんで、はい、そこは書いていくべきかなっては思ってて。でもそれってじゃあ 変えられないのって何かっつったら、うん、だ何に気使って書いてないかっつったら、うん、自分の支援者なんですよ。うん、あはいはいはい。俺なんかはこんなに手伝っているのに家族は手伝わんのかって言われるのが怖くてやっぱ出ないといけないっていうのがある。うん,うん確かにね。ありますよね。そこはもうちょっとハードルはもう下げていきたいなと思いまそうそうそう。だから家族の理解って多分そこが大きいと思うんですよね。うんうん、普段からだいぶ負担かけてますので見えない、うん。 もうストレスとかあると思います選挙になったら私も前に出るのみたいな俺も前に出るのみたいなねはい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 、はい、まあその代わりではないんですけどもう裏方でおにぎり握ったりそういったことをしてもらえたらいいなとかって思ったりしますよね表には出ないで、うん、でもほらよくやってるのがやっぱ奥さんとかも出てくるじゃないですか、うん、選挙になったら、うん、あらプラスでしょうね うん、やっぱりプラスなんですかねプラスだと思いますよ僕の場合はさらにプラスでした別れた元妻が出てきてたので <laughs> <もう> <laughs> そこも行っちゃった <laughs> 出てくるかなと思ってめちゃくちゃプラスですあれはですよね 結婚してる奥さんよりもプラスなのかなって思いました。ああ、はい、はまあまあ別れたけれども、うん、ゃ絶対にこの人は必要だっていうすごいことが感じるじゃないですか。いはしかもちゃんと別れてなんていうのかなちゃんとしてるんだねっていうのも人としてねそう人としてお付き合いが続いてるっていうの、うん、すごいなんだってね本当にひどいことしてて別れたりしたら絶対出るわけないから。そ、うん、そうですねっか そこは考えてないなかったそれはプラスですよでも,、うん、でもまあ協力してくれるからありがとう、うん、ありがたいって思うんですけど、うん、でも本当にね表に出たくないっていうような家族お子さんお子さんだったり配偶者だったりっていうのはやっぱこのやっぱ引かせてあげた方がいいよなっては思うんですけどね両、うんうん、さんが彼女ができて、うん、次選挙来るときにどうするんですか、うん、元別れた奥さんもね、うん、出すなんていうの一緒に やるのか。<ー>彼女。どうなんすかね。そこはその時ならんとわからないですけど。できればりょうさんは両方出してほしい。そうそうそう。両方いいですね。<laughs> 両方。わかり奥さんも、今彼女も。<laughs> うん、両方。いや、本当にりょうさんと応援したくなる方なうです、ね、そうそ,うそう <laughs> うこれってめちゃくちゃ印象悪いよね。<laughs> な、なんかさ、なんか、なんか印象悪いよ、ね。<laughs> ペタジーニどころじゃないですよ。<laughs> <laughs> なんかなんとか今日どっかの国のねそう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 民族の王様がなんかパーマン巻かん時みたいなところ一豚再生ってそうか悪いかじゃいや今日のラジオいいですねお家庭家庭の相談事をみんなやったり大丈夫ですかちゃんと政治も入ってますからプライムなっていやいやますあのやっぱりね議員さん人間味をこれから出していかないと結構だから自分にとってはこれも 一番のニュースだったんです。入籍っていう。去年。おうかなって、迷ったんですけど。去年。去年。はい。やっぱもう家ってなんか心が。晴れてますよ。いつ、披露宴とかもやるんですか。披露宴はもう落ち着いてから。ですねコロナも。はい。すごい披露宴になりそうですね。すごいね。選挙前に、早期期待会。早期期待会披露宴。あ、いいじゃないですか。 いいすね新しい新しいあの横断幕ちょっと剥がして第2部始まりですやめてくださいよご結婚おめでとうの横断幕がピラッと剥がれてねさっきもさっき動員もしない選挙やるって言ったばっかしなんでだから自然じゃない自然ですねこれは結構う。み皆さんご臨席賜ってるそうそうご参照じゃないからご臨席だからいいんじゃないですかほんとに最後の使命は頑張ろう参照で頑張ろう参照 進路父によります。頑張ろう三少。はい。い。で <laughs> ぜひやってほしいです、ね。まあそうですね。うん、選挙と2022年選挙またプライベートのこともいやこれでもでかいですよね。うれやましいね。うん、じゃあまあもう振り返るのはいいとしてこのあれしましょうよ。よ 今年年年どんなにしたもうざっくりでも細かくでもいいのでんかざっくりだとこんな方向とかとかってあるじゃないですか私はもちろん議員活動もそうなんですけど2023年は宜野湾青年会議所の理事長職をお持ちることになったので JCJC をまず本気で死に物ぐるいでやる覚悟ですこれは。 まあ今までもそのようにやってきたんですけど、うん、やっぱ理事長職ってやっぱ特別なのでここでどうやって社会の要は議員としての社会の関わり方とはまた別になってくるのでこの青年会議所っていう組織の中のまあ長としてどこにこの社会変革の起点を作れるかなっていうのを考えながら<ー>、うん、でまた議員と別アプローチのなんか子育てだったりとか子ども まあ子どもたちがこうなんていうんですかね輝く街というかそういったものってやっぱ別アプローチもできるんでそこをなんか真剣に考えてちょっと取り組んで仲間たちと一緒に取り組んでいきたいなっていうのがああじゃあいいですね今年はもう JC フォンとそうですよ、ねうん、JC えょうさんあと何年ありますか JC? 2023年で卒業。あ,あじゃあ JC は40まで、うん。40歳まで。あ,<ー> <laughs> あれなんで今質問するの？<laughs> そうなんですね。JC でしょ。<laughs> 僕 JC なんですけど。<laughs> あんまりよく分かってないんです。<laughs> <laughs> JC まあ六年目なんですけどね。<laughs> <laughs> 結構いるんですけど。<laughs> 結構いるんだ <laughs>。 大変ですよね。大変ですよ。時間取られたりしね時間もエネルギーもボランティアでねみんなやでもそれでもえっと会長というかえ何でしたっけ理事長理事長になったからもう時間っていうのは本当に取られますよね。そうです。ま取られる取られるっていう風には考えないですかねもう理事長なので。 その時間を自分で作らないと僕が運営する側になるのでトップになるのでその時間を作っていく側になるのでだから何かこうあって自分がそこに時間取られるっていうよりもはいはいはいで議員とも両立しながらっていう感じだからもうよりあれですね今年は忙しいそうですねいいね時間もももエネルギーお金 全部社会に還元議員とすごい JC で潔いねいやいいですね僕は僕でいいですかいいですよ僕も JC やってますはいえ次年度は今年度は役職は何もないですだけどやっぱり今言うようにコロナ明けてはい 社会が動いていてくこのタイミングうん、うん、なので僕もあのそういう青年会議所の活動であったりはい、はい、議員活動もそうですけど、うん、とにかく前に出て市民が前に出ていけるような雰囲気づくり、うん、こういった社会を回していくこういうざっくりですけど、はい、そういう一年にしたいなと思ってますね。 ただやっぱね皆さんおっしゃるのは選挙が今年は少ないから、うん、自分のやりたいことがボンとできるっていうので、うん、その辺はあれじゃないですかコロナもね本当いうように、うん、なんていうのかな前みたいではないから少し落ち着いたようなだから結構やりたいことがねやれるんじゃないですか大いに弾けてほしいですね大胆に はじけてほしい。ほしい。ご自身がじゃなく、て自分じゃないです。俺、俺はじけたら大変になります。そうもう。楽しみですね。わくわくしてますね。今年は。なるほど。いいですね。お二人。あの、その中で、例えば、じゃ、政治家として、し、市議として、その、なんていうのかな。まあ。 技能アンシでうれしいですけど、はいうん、なんかあります。こうしたい、この課題をこうしたい。ああ、うん。僕は具体的にありますね。お<ー>えっと、まあ二つほどあるんですけど、はい、この二千二十三年中にこれを達成さ、うん、えー、してもらいたいっていうのが、はい、まあ一つ一番重要なのは産後ケア事業を,あ、はい、なを今ちょっと進めてるっていうか、まあ一般質問でも出しさせていただいた取り上げたんですけど。はい まあこの宜野湾市の産後ケア事業が他市町村が7回平均で利用できるっていうのがあるものが今宜野湾市が4回、うん、でうら市多分3回だとうそうす、ねうん、でこの4回から7回に数をまあ増やすことを今あの提案中でも7回に増やしたらそれだけもっと周知も広がるし利用者増えていくじゃないですかはい、はい、でも実際にギ宜野湾市内にある助産院 要は事事業業をししていいる所所が一かないんですよ、はい、結局7階に増えたところで予約が取れない状況が発生するので今いろんな助産師さんとつながってこの開業しているところ小さく開業しているところだったり今から開業予定のところとかっていうような人たちをちょっといろいろこう,こうあの今出会ってるんですよ。で出会ってまあ自宅事業所を増やしていってちゃんと7階に増やした上で。 利用者も、あの、なんかいつも予約でいっぱいとかじゃなくて、ちゃんと自分が使いたいときに。使えるような状況を、二千二十三年中に、その環境を作りたいっていうのが。そうですね。宜湾で。宜野湾で。あ、いいですね。まあ、実際他の市町村にも行けるんですけど。はいはい。浦添にも行けるし、北谷にも行けるし。ただ宜野湾市内に一箇所しかないっていうのもあるので。はいはいはい。まあ、宜野湾市内の助産資産たちと、ちょっと出会って、まあ、この開業。するなら、この宜野湾市の受託。受けてみたいな。 でそのまあ委託料っていうか、うん、っていうのもこ,れこの金額じゃやっていけないよっていうのがあるんだったら、うん、まあその辺も金額の交渉っていうのもあ市の方とちょっと交渉していきたいなっていうのがありますあそれを2023年中にその環境を作っていきたいっていうところですねははい、はい<僕><ー>具体的には。もう一つは。もう一つは医療的ケアあ ここれれ絶対やった方がいいこれも去年からやってましたよね去年取り上げたものなんですけど医療的ケア児をもっと受け入れしやすいような環境を作りたいっていうのがあるんですけど実際に医療的ケア児が保育園に入園する時ってその園に看護師がいないといけないんですよ、はい、今の現状。はい、だけどう添そいし実は医療的ケア児は宜野湾市よりも遅れてはいるんですけど、はい、グレーゾーン的な感じで。はい 受け入れが技能者は受け入れできないけど浦添市では受け入れができてる現状があってこれを医療的ケア児に認定しないそれはもう一般集団保育で特別支援保育で行けるっていうこれはもう縁側の努力でその形を作っていったりとか看護師を配置せずでもできるような保育士にこの格闘吸引とか導尿とかそういったものをあの。 研修を受けてその資格を持つ保育士さんができる看護師っていうスペシャリストじゃなくてもできるっていうようなものだったりとかあとは訪問看護事業所とかと委託契約してその医療行為が必要な時間にその事業所が来てもらうっていうようないろんな手法があるのでこの辺をまたこれはちょっと2023年中に間に合わないかもしれないんですけど今のうちでしっかりと種をまいてというかやっていきたいなっていうこの2つですかね。重点的にやいならし 僕の場合は一つなんですけどちょっと大きく話してみると財源ですね今、ここまで経済が低迷していろいろと財源も減っている中どういうふうに各事業をまた展開していくかこれ、結構どこの市町村も。 悩ましているところなんですけど、ははまあ裏添以で言うとだいぶまあ民生費も上がってきてますね。だけどその分まあ土木費がだいぶ削られたりとか、あ<ー>まあこういった一つ一つをまあ見直していく時期なのかなと。はい、まあこういったの見ていきたいですね。 うん、うん、なるほど、うん、こういう財源ってあれなんですよ実は市民のの声じゃないいでで受けは悪いんですよ、ね、悪そうただ悪<い>議員としては絶対にここをやっとかないといけないところで,、うんうん、でそこまで追求できて勉強して当局と議論ができるって相当な勉強必要なんですよ、うん、なので市民からしたらちょっと受け悪いかもしれないんですけどす、ね、議員としてはマストでやらないといけないことですなるほど、うん、もちろんそれに触れない方たちもいるかもしれないんですけどはいはい、はい でもこれをやって初めてこの当局との緊張感が持てるんで、うんバチバチやってますよそうそうそう。財政議論はめちゃくちゃ重要ですね。素晴らしい。特にこの時期ですね。もう,うんこっからまあ五年ぐらいは、はいはい。こういった議論大事になるかなと思いますよね。はいはい、なるほど。うん、素晴らしいですね。本当にお二人あのー、ぜひねこの市民のために頑張っていただきたいなと思うんですが、うん、そろそろお時間となってまいりました。うん、はい。 ということで、はい、お二人ずつからじゃもう一言をもらってバイバイしましょうか。はい、わかりました。そうですね。はい。はい。二千二十三年はお世話になっております市民の後輩ですは第一土曜日と第三土曜日の十五時からに変わりました。はいはい、また今年も、えー、面白楽しく素敵なゲストをお呼びして、えー、番組運営していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてはい、ええ二千二十三年も え、皆さんと笑って楽しくラジオを展開する。行 <laughs> ければいいかなと。この企画もやりながら頑張っていきましょう。<laughs> よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。<laughs> はい、それではえっ、ー、と沖縄プライム、そしてお世話になっております。市民の後輩です。のお時間でございました。<laughs> <laughs> ありがとうございました。最後の閉じやり方が。<laughs> どこでとっ <laughs> <laughs> 本当に。<laughs> はい。ということで、お二人ありがとうございます <laughs>、はい。ありがとうございます。うまさよなら。